ビックスバーグの南軍障害のもとを抜ける北軍ミシシッピ川戦隊1863年4月16日石板がビックスバーグ方面作戦は南北戦争の西部戦線でミシシッピ川で南軍最後の拠点である要塞都市ミシシッピ州ビックスバーグに向けた一連のミサオ軍と戦闘である 国軍ユリシーズ・グラント少将が指揮するテネシー軍が、この強固な要塞を占領し、そこに陣取っていた、南軍ジョンシー・ペンバートン中将軍を打ち破って、ミシシッピ川の支配を確立した。この方面作戦は、1862年12月26日から1863年7月4日の間に、多くの重要な海軍の行動、陸軍の動き、 失敗した独創的作戦及び11の異なる戦闘で構成された。軍事歴史家たちはこの方面作戦を2つの段階、すなわち、ビックスバーグに対する作戦行動と、グラントのビックスバーグに対する作戦行動に分けている。グラントは当初に手に分かれての接近を計画した。ウィリアム・シャーマン少将に任せた半分は、ヤズー川に進軍し北東から、 ビックスバーグに迫る。グラントは残りの軍隊を率いてミシシッピ中央鉄道を下るというものだった。これらの初期行動のどちらも失敗した。グラントは多くの実験や遠征を行った。グラントのユー作戦と呼ばれるものはミシシッピ川を使ってビックスバーグ砲台の南に出ようとするものだった。 この独創的作戦は全部で5種類行いすべてうまくいかなかった。最終的に北軍の包艦と輸送船がビックスバーグの砲台下を抜け陸路ルイジアナ州に入ったグラント軍と落ち合った。1863年4月29日と30日、グラント軍はミシシッピ川を渡りミシシッピ州ブルーンズバーグに上陸した。 念入りな一連の G 行動と牽制で南軍を誤魔化し、上陸は抵抗なしに行われた。その後の17日間に、グラントはその軍隊を内陸に動かし、5度の戦いに勝ってミシシッピ州トジャクソンを占領し、ビックスバーグを攻撃して包囲した。ペンバートン軍が7月4日に降伏した後、7月9日にポートハドソンが、 ナサニエル・バンクス少将に降伏し、ミシシッピ側全体が北軍の支配下に落ちた。これらの出来事は南北戦争の展開点と広く認められている。グラントのビックスバーグ方面作戦はアメリカの軍事史の中でも傑作の一つと考えられている。ビックスバーグは南軍にとって大きな戦略的重要さがあった。そこが南軍の手にある限り、 北軍が川を下ることを防ぎ、また南軍にとっては、農産物の供給を大いに頼っている、川向西部州との通信が可能だった。ビックスバーグ市の自然の要害は、理想的であり、南軍のジブラルタルというあだ名ももらっていた。デソト半島と呼ばれる馬蹄型をした川の屈曲部を、見下ろす高い崖の上に位置しており、船で接近することを、ほとんど不可能にしていた。 ビックスバーグの北と東はミシシッピデルタであり、南北に200マイル、東西に50マイルは実質的に侵入できなかった。ヤズー川上流約12マイルでは、ヘインズブラフに南軍の砲台と残酷があった。ビックスバーグ西のルイジアナ州の土地も多くの小川やお粗末な田舎道ばかりであり、冬の洪水が広がり、要塞から見れば川の対岸であったので、 これも接近が難しかった。ビックスバーグ氏は、以前北軍海軍の攻撃を受けたことがあった。デビッド・ファラガット提督が1862年5月18日に、ニューオーリンズを占領した後で川を遡り、ビックスバーグの降伏を要求した。ファラガットはその意志を通すだけの部隊を連れておらず、ニューオーリンズに戻った。さらに1862年6月には船隊を、 引いて戻ってきたが、6月26日から28日に、要塞を砲爆して降伏させようとして失敗した。ファラガットは7月の間ビックスバーグ市への砲爆を続け、その地域にいた、装甲艦アーカンソーを含む、数隻の南軍艦船とも小さな戦闘を何回か交わしたが、上陸を試みるまでには、戦力が足りず、 ビックスバーグ氏を降伏させる試みを中止した。ファラガットは、屈曲部、デソト半島の首に当たる部分に運河を掘って、要塞化された崖の下を迂回する、可能性を調査した。6月28日、ファラガット支配下についていたトマス・ウィリアムズ巡将が、地元の労働力や兵士を使って、運河を掘削する工事を開始した。動員された者の,の多くは、 熱帯病と熱中症で倒れ、7月24日には工事が中断された。1862年の秋、ヘンリー・ハレック少将が西部戦線の指揮官から北軍全軍の総司令官に昇進した。11月23日、ハレックはグラントにミシシッピ川を下ってビックスバーグに至るやり方を好むと指示した。ハレックのやり方では、この方面作戦に、 かなりの独創性、つまり、好戦的なグラントが取る機会を残していた。ハレックは、西部戦線を指揮していた夏の間に、テネシー州メンフィスから、ビックスバーグに向けて、陸路を迅速に進まなかったことで批判を受けていた。ハレックは、海軍が独自で、要塞を占領できると思っていたが、海軍はその任務を完了できるほど陸上部隊を持っていなかったことを知らなかった。 1862年夏に成功したであろうことは、南軍が守備隊を十分に増強したために11月では、もはや不可能になっていた。グラント軍は、ミシシッピ中央鉄道を南に下り、ミシシッピ州ホーリースプリングスに、前進基地を作った。ビックスバーグの方向には2手に分かれた攻撃を計画した。 主要な部下であるウィリアム・シャーマンには4個手段をつけて川を下らせ、グラントは残りの部隊を率いて鉄道沿いにオックスフォードまで進み続け、南軍をビックスバーグ市からおびき出してグレナダ近くで攻撃してくれることを期待して、そこで展開を待つことにした。南軍側ではミシシッピ州内の軍隊はペンシルベニア州出身の士官で、 南軍のために戦うことを選んだ、ジョン・シー・ペンバートン中将の指揮下にあった。ビックスバーグと、シュート・ジャクソンには12.000名、グレナダには、アール・バンド・オーミ少将指揮下の約2万4000名がいた。一方、政治的な力も働いていた。エイブラハム・リンカーン大統領は、以前から、ビックスバーグの重要さを認識しており、ビックスバーグがキーである。 このキーが我々のポケットに入るまで、この戦争が終わることはないと書いていた。リンカーンもまたに方向からの攻撃を想定したが、川の上下からのものだった。高波民主党の政治家ジョンエイマクラーナンド少将は、自分なら、軍隊を率いて川をオリビックスバーグを奪えると、リンカーンを説得した。リンカーンは、その提案を承認し、同時に、 ナサニエル・ピーバンクス少将には、ニューオーリンズから川を遡っての前進を望んだ。マクラーナンドは、部隊の編成を始め、それをメンフィスに送った。ハレックは、ワシントン DC に戻ると、マクラーナンドのことが心配になり、グラントに、西部方面全軍の指揮権を与えた。マクラーナンドの軍隊は二つの軍団に分けられ、一つは、マクラーナンド自身が、 もう一つはシャーマンが率いた。マクラーナンドは、この処置に苦情を言ったがなす術はなかった。グラントはその軍隊を自分のものにしたが、この方面作戦の間続くことになるグラントと、マクラーナンドの間の指摘闘争におけるいくつかの操作の一つとなった。ビックスバーグに対する作戦行動とグラントの、バイユー作戦南軍北軍以下の戦闘は、 ビックスバーグ方面作戦で、ビックスバーグに対する作戦行動段階を構成するものである。シャーマンは北東からビックスバーグ陣地に近づくために安川のジョンソンプランテーションに参個師団を上陸させた。12月27日、北軍は強固に守られているウォルナットヒルに向けて湿地を通ってその前線を押し上げた。 12月28日これら陣地をめぐって数回の無益な攻撃が行われた。12月29日、シャーマンは正面攻撃を命じ大きな損失を出して撃退されその後に撤退した。この期間、陸路を行くグラントの半分の部隊もしくじっていた。その通信線はバンドーンとネイサン・ベッドフォード・フォレスト殉賞による襲撃で妨害され、 ホーリースプリングスの大きな補給所も破壊された。グラント軍はこれらの物資がなくては存続できず、陸路の前進を中断した。1863年1月初め、マクラーナンドは、ジョージ・ w モーガン殉将指揮下に徴兵した軍団と、共にメンフィスに到着し、ミシシッピ川を下る作戦を開始した。1月4日、シャーマンの第15軍団を、 その遠征隊に付属させるよう命令し、その3万2000名の合流軍をミシシッピ軍と呼ばせた。このことはグラントに対する直接の挑発であったが、シャーマンは上官の命令に従った。シャーマンははじめにミシシッピ川とアーカンザス川の合流点からアーカンザス川を遡ること50マイルのアーカンソーポストにあるハインドマントリデに対する海陸合同作戦を 提案した。この砦は、川の北軍艦船を攻撃する、南軍砲艦の基地になっていた。この遠征はグラントに知らせることなく始められた。デイビッド・ディクソン・ポーター海軍少将,将が指揮する、北軍船隊が1月9日の夜に、アーカンソーポストで軍隊の揚陸を始めた。この軍隊は川に沿って、ハインドマントリデに向かい始めた。 シャーマンの軍団が南軍の残豪戦を突破し、南軍は砦の防壁の中や近くの射撃後に退いた。1月10日、ポーターはその船隊を動かして、ハインドマンリ出に向かい、砲爆した後で白母に退いた。1月11日には、北軍の大砲が川向こうの陣地から砦を砲撃し、不評隊は攻撃のための配置に着いた。 北軍の高成被服砲艦が砦に対する砲爆を、はじめ、ポーターの船隊は脱出を防ぐために砦の下を通過した。この包位とモーガン隊による攻撃の結果、南軍は午後に降伏した。北軍の損失は大きく、この勝利がビックスバーグ占領に貢献するものではなかったが、ミシシッピ川を航行する北軍の艦船にとっての 障害を取り除くことができた。グラントは、マクラーナンドが、グラントの承認なしに作戦を実行したことを、喜ばず、その主目的である、ビックスバーグから気をそらすものとみなしたが、それが成功に終わり、同調者であるシャーマンが提案したことなので、懲罰行動は取らなかった。しかし、マクラーナンドには、ミシシッピ川に戻るように命じ、 ビックスバーグの北西15マイルミリケンズベンドで1月13日に自ら方面作戦の指揮をとった。その冬、グラントはビックスバーグに近づき攻略するために一連の独創性を発揮し、これがグラントの培養作戦と呼ばれている。その共通目的は南軍の砲台下にあるミシシッピ川を直接。 接近する必要性なしにビックスバーグから射程内に軍隊を配置できる別の水路を使いあるいは建設することだった。デソト半島を横切るウィリアムズ運河は1862年7月にファラガット提督とウィリアムズ順位が中断したものだったがビックスバーグの砲台を迂回して川を下る経路を提供する可能性があった。1月遅くシャーマン隊は 海軍から、リンカーン大統領がこの考えを好んでいると、忠告されたグラントの要請で掘作を開始した。シャーマンはこの運河を、部別的に、バトラーの溝と呼んだが、やっと幅6フィート、深さ6フィートのものだった。グラントはリンカーンから打ち続く運河の状態に関する、問い合わせに疑いもなく影響されて、シャーマンに、幅60フィート、深さ7フィートに広げるよう命令を出した。 これが、グラントの運河と呼ばれるようになった。しかし、この運河は、ミシシッピ川の水門学に基づいて、適切に設計されたわけではなく、水かさが上がると、運河川上のダムを決壊させ地域は水浸しになった。この運河は、広配置の水と堆積物で埋まり始めた。 この計画を救うために絶望的な努力が払われ、二隻の大きな蒸気駆動春節船ハーキュリーズとサンプソンが水路を開こうとしたが、春節船がビックスバーグの崖の上から南軍の砲火にさらされ撤退した。3月遅くまでに運河工事は放棄された。グラントはジェームズ・マクファーソン12章にビックスバーグ市の北西にミシシッピ川から レークプロピデンスまで数百ヤードの運河を建設するよう命じた。これができるとバクスターや名誉のバイユーよびテンサスやブラックの川を通じてレッド側までの経路ができるはずだった。レッド側まで届けばグラント軍はポートハドソンのバンクス軍と合流できた。マクファーソンは3月18日に航行できる水路ができたと報告したがバイユーを航行するために グラントに送られていた通常のオハイオ川のボートで8500名の兵士を運ぶことができただけであり、あまりに少なくて、ポートハドソンの情勢を変えられなかった。歴史家のエド・ベアスは、グラントがそれが機能すると期待したことはなく、ヤズーパス遠征と最終的な作戦であるミリケンズ・ベンドから南に陸路を移動することのために工事を放棄したことから、 この出来事を、レイク・プロピデンスの村骨と呼んだ。次の試みは、ビックスバーグの約150マイル上流、アーカンソー州、ヘレナの近くで、ムーン湖に近いミシシッピ川の堤防を爆破し、ヤズーパスを通って、コールドウォーター川に、続いてタラハッチー川に入り、最終的に、グリーンウッドでヤズー川に入ることで、 ヘインズグラフの上流かつヤズーシティの下流のオード段階の高地を通ることだった。堤防は2月3日に爆破され、ヤズーパス遠征と呼ばれるものが始まった。ワトソン・スミス海軍少佐が指揮する10隻のボートに、ベンジャミン・エム・プレンティス準称指揮の部隊を乗せて、2月7日にこの経路を通る移動が始まった。しかし、低く垂れ下がった樹木が、 砲艦乾板の上のものを何でも破壊し、南軍はその経路を塞ぐためにさらに多くの樹木を倒した。このことで進行が遅れたために、南軍はグリーンウッドに近いタラハッチー川とヤロブ社、川の合流点近くに、ペンバートントリレを素早く建設する時間ができ、3月11日、14日及び16日に、北軍の海軍を撃退した。 北軍の動きは4月早々に崩壊した。ポーター提督は3月16日にビックスバーグの、マキタスティールズバイユーを経由して、ディアクリークに至るヤズーデルタを北上する動きを始めた。このことは、ペンバートントリデの側面を突きビックスバーグとヤズーシティの間に軍隊を上陸させられるはずだった。事情からそのボートを動物が攻撃し、この時も南軍が、 経路にある樹木を倒し、柳の枝が、ボートの外輪を使えなくした。この時北軍のボートが動けなくなり、南軍の騎兵や不評が、彼らを捕まえようとした。シャーマンが、南軍に付きまとわれていたポーターに、不評の援軍を送って撃退したが、ポーターの遠征はあまりに難しすぎると放棄された。グラントの最後の試みは、ダックポート上陸場からウォルナットバイユーまで、 別の運河を掘ることであり、軽いボートは、ビックスバーグを迂回できることを目指した。運河がほとんど完成する4月6日までに水位が下がっており、最も軽い平底船以外航行できなかった。グラントはこの運河も諦め、新しい作戦を練り始めた。12月から3月まで、地下層外遊の戦いやミシシッピ中央鉄道に沿った進軍を含みグラントによる7つの 独創的作戦や実験はことごとく失敗した。グラントはその時点でこれらの実験は洪水があり病気にもなりやすい冬の間に兵士たちを忙しくさせておくために実行したのであり成功の期待はなかったと主張した。この主張は当時グラントが書いた通信文とは矛盾している。ビックスバーグの近辺と要塞の外観1863年。 バイユー作戦のすべてが失敗だったが、グラントは、その確固たる決断力で知られており決して諦めなかった。最後の選択肢は、大胆だったが危険を伴うものだった。ミシシッピ川西岸を降り、ビックスバーグの南で川を渡り、南と東からビックスバーグを攻撃するカバンクスの軍隊と合流し、ポートハドソンを占領し、続いて共同して、 ビックスバーグを征服するというものだった。ポーターは、砲台の下をかいくぐり十分な砲艦と輸送船を、ビックスバーグの南で確保する必要があった。一発下流に出てしまうと川の流れで速度が極端に遅くなるので、もう一度ビックスバーグの砲台の下を過ぎることは、できないはずだった。三月十九日、マクラーナンドはその舞台で橋を建設し、 丸太道を作る作業に取り掛かった。彼らは進行するにつれて湿地を埋めていき、4月17日までにミリケンズ、ベンドからビックスバーグより下流にあるルイジアナ州ハードタイムズの提案された都家店までおよそ70マイルの複雑な道を完成させた。4月16日、月のない晴れた夜にポーターは7隻の宝冠と3隻の物資を積み兵士は、 乗せていない輸送船をビックスバーグの崖下に送った。音や明かりは極力出さないようにしていた。しかし準備の効果がなかった。南軍の保証が関係を認め、崖上の砲台から大量の砲弾が発射された。視認性を高めるために川岸に許可がと申された。北軍の砲艦が応射した。ポーターは南軍の大砲が行革を抑えられないために、 主に北軍艦船の上の方に打ってきていることを観察し、艦船を砲台の真下に当たる東岸に寄せさせた。非常に接近したので、南軍の指揮官が命令を出す声も聞こえ、砲弾は頭の上を飛びすぎた。北軍船体はほとんど損傷なく生き残った。13名が負傷しただけで死者はいなかった。ヘンリー・クレイ号が航行不能になり水際でも得た。 4月22日、他の6隻の艦船が物資を積んで同じように通過した。1隻が通過できなかったが、戦死者は出なかった。乗組員は船の残骸に乗ったまま下流に流された。グラントの戦略の最後の段階は、北軍が使う都下地点からペンバートンの注意をそらすことだった。グラントは2通りの作戦を選んだ。ビックスバーグの北。 スナイダーズブラフに対するシャーマン隊の陽動行動とグリアソンの襲撃と呼ばれるベンジャミングリアソン大佐によるミシシッピ州中部の騎兵隊による大胆な襲撃だった。シャーマン隊の戦闘は引き分けに終わったがグリアソンの襲撃は成功した。グリアソンはその部隊を追跡するかなりの数の南軍部隊を引きつけることができ、ペンバートンの防衛力は 州内トークまで拡散することになった。ユリシーズ・グラント少将のテネシー軍はこの方面作戦を約4万4千名の勢力で開始し、7月には7万5千名にまで膨れ上がった。5個軍団で構成された。ジョン・ A マクラーナンド少将の第13軍団、ウィリアム・シャーマン少将の第15軍団、ジェームズ・ B ・マクファーソン少将の第17軍団、 カドワラダー、ウォッシュバーン少将の第16軍団の文献三個師団、エリアス・エス・デニス巡将の北東ルイジアナ地区軍からの文献隊だった。ジョン・ジー・パーク少将の第9軍団が6月半ばに合流した。南軍ジョン・シーペンバートン中将のミシシッピ軍はおよそ3万名であり、ウィリアム・ W ・ローリング、カーター・エル・スティーブンソン、ジョン・エフォーニー、マーティン・エル・スミス、 および、ジョン・ S ・ボー望遠閣少将の5個師団で構成された。ミシシッピ州レーモンドとジャクソンには、ジョセフ・ジョンストン将軍の西部方面軍の一部6000名の部隊がおり、ジョン・グレー殉将、ペートニ H ・エコルキット大佐および、ウィリアム・ H ・ T ・ウォーカー殉将の旅団を含んでいた。グラントのビックスバーグに対する作戦行動以下の戦闘は、ビックスバーグ方面作戦で、 グラントのビックスバーグに対する作戦行動段階を構成するものである。ポーター提督は7隻の構成被覆砲艦を率いグランド湾の要塞と砲台を沈黙させその地域をマクラーナンドの第13軍団で確保する意図で攻撃を始めた。輸送船や橋家も伴っていた。7隻の構成被覆砲艦による攻撃は午前8時に始まり、午後1時半まで続いた。 この戦闘中、攻勢被覆砲艦は、南軍大砲から100ヤード以内まで接近し、ウェ取ド砦の下部砲台を沈黙させた。小岩砦の上部砲台までは届かず、砲撃が続いた。北軍の攻勢被覆砲艦と輸送船は交代した。しかし、暗闇が訪れてから、攻勢被覆砲艦が再度南軍の大砲に、砲撃を始め、その間に、 蒸気船や橋家は難所をすり抜けた。グラントはその軍隊を陸路進ませ、グランド湾の下流カフィポイントまで進ませた。輸送船がグランド湾を過ぎた後で、ディシャルーンのプランテーションで兵士を乗せ、グランド湾より下流のブルーンズバーグで川向こうの岸に下ろした。この部隊は直ちに陸路をポートギブソンに向かった。南軍は虚しい勝利を得た。 グランド湾での損失は、グラントの構成にほとんど影響しなかった。北軍の陸軍と海軍の連合部隊がスナイダーズ、ブラフの攻撃を装い、グランド湾の南軍部隊を助けるための部隊が、動かされないようにした。4月29日の正午過ぎ、ケーランドルフ・ブリーズ海軍少佐が、その8隻の砲艦と10隻の輸送船で、フランシスピー・ブレア少将の手段を運び、 やず川を少しずつ遡り、地下層バイユーの入り口まで進んで、そこで夜を明かした。翌朝9時、北軍は一石の砲艦を残して川を遡り、ドラムグルズブラフに立って、敵の砲台と交戦した。この戦闘中に USS 直頭が50発以上、被弾したが、人命の損失は起こらなかった。午後6時頃、部隊は上陸して、 ブレークテーブルに沿って前進し砲台に向かった。ドラムグールズブラフに近づいた時に、砲台からの砲撃が始まり、大混乱と損失を引き起こした。北軍の前進は止まり、暗くなった後で、部隊は再度輸送船に乗艦した。翌朝、輸送船は別の部隊を降ろした。湿地の多い地形と敵の激しい砲火のために、この部隊も撤退を余儀なくされた。 5月1日午後3時頃に砲艦が再度砲火を開きいくらかの損失を与えた。その後砲艦からの砲撃が緩み、暗くなるとともに収束した。シャーマンはその部隊をミリケンズベンドに上陸させるよう命令を受けたので砲艦はヤズー川川口の停泊地に戻った。グラント軍はブルーンズバーグから内陸への進攻を始めた。 ポートギブソンに向けて、ロドニー道路を前進すると夜半後に、南軍の前哨基地に、行き当たり3時間もの間小競り合いを続けた。午前3時過ぎ、戦闘は停止した。北軍は、ロドニー道路を前進し夜明けには、プランテーションの道路を進んだ。午前5時半、南軍が、北軍の前を遮り、戦闘が始まった。北軍は南軍を後退させた。 その日南軍は何度か新しい防御陣地をこしらえたが北軍の猛攻を止められず夕方前に戦場を払った。この南軍の敗北はもはやミシシッピ川の戦線を守れないことを示しており北軍は足がかりをつかんだ。この時点でグラントはある決断をした。当初の命令ではグランド湾の砦を占領し続いて南に向かって バンクス軍と合流し、ポートハドソンを陥れた後に、その連合軍で、ビックスバーグに戻って、これを征服するというものだった。グラントにとって不幸なことに、そのような経路をたどればグラントは、上級の少将であるバンクスの下に着くことになり、この戦線での功績も、バンクスのものにされてしまうということだった。バンクスは、レッド側での作戦に傍殺されており、 次の数日間のうちに、ポートハドソンに対する作戦を開始する準備ができていないと伝えてきたので、グラントは自軍をビックスバーグに向けることに決めた。ハレックには、その意図を知らせる伝令を送ったが、ワシントンが、この伝言を受け取って、返事をするまでに8日間はかかることを知っていた。北軍が、グラインドストーンサセを掴んだ後は、ビッグ。 バイユーピエールとビッグブラック側の間にいる南軍部隊は危険にさらされた。グランドワンの首相、防衛はこのことを認識して、グランドワンを放棄し、全速でビッグブラック側を渡る、ハンキンソンが佐に進み、スラクも北軍の罠にはまることを免れた。この時のグラントの心積もりはその南軍と同じ、経路をたどって北上し、直接ビッグスバーグに向かうことだった。 しかし送り出した偵察隊はペンバートンが市の南に強固な防御陣地を敷いていることを見出した。グラントはジャクソンからビックスバーグに向かう鉄道を抑えることで市の供給線を遮断することに決めた。その3個軍団に3つの異なる経路を進んでエドワーズ駅、クリントン及びミッドウェイ駅で鉄道を攻撃する予命令を出した。5月10日。 ペンバートンはジャクソンに到着している。援軍すべてに20マイル南西のレーモンドに、進軍するよう命令を出した。ジョン・グレッグ巡将の通常より、大勢の旅団が、ポートハドソンからのコンクした後軍に耐えて到着し、翌朝にはレーモンドに向かい、5月11日午後、遅くに到着した。5月12日、グレッグ旅団は、 14マイルクリークで北軍の襲撃隊を待ち伏せるために動いた。襲撃隊は第17軍団のジョン・エイ・ローガン少将の師団から出たものと分かった。グレッグは14マイルクリークの私で戦うことにしてその部隊と大砲を並べた。ローガン隊が接近すると南軍大砲火を開き最初は大きな被害を出させた。北軍の部隊のいくつかが破れたが ローガンが部隊を拳し戦線を保った。南軍がこの戦線を攻撃したが、後退を強いられた。北軍の追加部隊が到着し、反撃に転じた。激しい戦闘が6時間も続いたが勢力に勝る、北軍が圧倒した。グレッグ隊は戦場を後にした。南軍は戦いには敗れたが、遥かに優勢な北軍に対して、丸1日持ちこたえた。 グレッグ将軍は優勢な敵を前にジャクソンまで撤退する命令を受け、ジャクソンに向かう途中のミシシッピスプリングスまで5マイル後退した。この後退でミシシッピ州のサザン鉄道は北軍の攻撃にさらされ、ビックスバーグの生命線が脅かされた。マクファーソンは勝利したが、グラント軍の右側面を攻撃する南軍が存在することで、 その作戦を再考することになった。グラントは、南軍ジョセフ・ジョンストン将軍の部隊はジャクソンにあって、数日のうちには、援軍が来ることを知り、また、PGT ボーリガード将軍も戦場に、到着するという噂があった。この状況で、北軍は両側面に敵軍を抱えることになった。それゆえにまず東からの脅威に対応することにし、 シャーマンとマクファーソンにはジャクソンを占領する命令を出した。5月9日、ジョンストン将軍はアメリカ連合国陸軍長官から直ちにミシシッピ州に進み地域全軍の指揮を取るよう指示する伝言を受け取った。5月13日に中部テネシー州からジャクソンに到着すると、シャーマンとマクファーソンの2個軍団がジャクソンに進軍しており、 グレッグは死を守るためにわずか約6000名しか用していないことを知った。ジョンストンはジャクソンの明け渡しを命令したが、グレッグは明け渡しが完了するまでジャクソンを守った。午前10時までに北軍の両軍団がジャクソンに近づき敵と交戦した。雨と南軍の抵抗とお粗末な防御で激戦も午前11時頃までとなり、 数に勝る北軍がゆるりだが確実に敵を交代させた。正午頃にジョンストンが明け渡しが完了したので、グレッグも戦闘を止めついてくるようにグレッグに伝えた。その後間もなく、北軍はジャクソン市に入り、シャーマン軍団に同行していたグラントが、ボーマンハウスで祝賀会を開いた。続いて街の一部を焼き、 多くの工場を破壊し、ビックスバーグに向かう鉄道の連結を外した。ジョンストンの明け渡しは、退去時5月14日遅くまでに1万千名の部隊がおり、5月15日の朝には4千名が追加されたことを考えると誤りとみなされている。元ミシシッピ州州都の陥落は、南軍の指揮にとって打撃だった。ジョンストンはその軍隊の大半で、 キャントン道路を撤退したが、ペンバートンには、エドワーズ駅を立ち、クリントンで北軍を攻撃するよう命令した。ペンバートンとその部下の将軍たちは、ジョンストンの作戦が危険なものと感じ、その代わりに、グランド湾からレイモンドに移動している北軍の市長隊を攻撃することにした。しかし、5月16日、ペンバートンはジョンストンから、以前の指示を繰り返す命令を受け取った。 ペンバートンはすでに市長隊の追跡を始めており、レーモンド・エッドワーズ道路の上にあって、その光栄は、チャンピオンヒルの尾根から、南3分の1マイルの交差点にあった。かくして、ペンバートンが反転を命じたとき、多くの物資に車を含む光栄は、軍隊の先頭になった。5月16日午前7時ごろ、北軍は、南軍と交戦し、チャンピオンヒルの戦いが始まった。 ペンバートン軍は、ジャクソンクリークを見下ろす、尾根の頂点に沿って防御的戦線を敷いた。ペンバートンは、北軍の一体が防御の施されていない、左側面に向けて、ジャクソン道路を進行して知ることに気づかなかった。南軍の守りのために、スティーブン・ディリー順将の部隊を、チャンピオニヒルに置き、この部隊が報告された北軍の交差点に向かう、動きを見張ることができた。 リーは北軍を見つけ、北軍もリー隊を見つけた。この軍隊を止められなければ、南軍はビックスバーグから切り離されてしまう可能性があった。ペンバートンは北軍の進攻に関する警告を受けて、その左側面に部隊を派遣した。チャンピオンハウスにいた北軍は、行動に移り、大砲を据えて、砲撃を始めた。 グラントが午前10時頃にチャンピオンヒルに到着すると攻撃開始の命令を下した。午前11時半までに北軍は南軍の主要前線に達し午後1時頃丘の頂点を占領したので南軍は隊列を乱して撤退した。北軍は前進を続け交差点を取り南軍の退却路であるジャクソン道路を押さえた。 ペンバートン軍の防衛士団が反撃を始め、北軍をチャンピオンヒルの頂点の向こうまで押し返したが、その活躍もそこで止まった。続いて、グラント軍が反撃に転じ、ボルトンを通って、クリントンから到着したばかりの部隊を投入した。ペンバートン軍は、この攻撃を耐えられず、その戦場からまだ抑えられていない、退却路である、バンカーズクリークと交差する。 レーモンド道路の方への移動を命じた。ロイド・ティルマン准将の旅団が伝軍を務め、あらゆる犠牲を払って、後衛を死守した結果、ティルマンが戦死した。午後に北軍はベーカーズ・クリーク橋を占領し、夜半までにエドワーズを占領した。南軍はビックスバーグに向けて総退客した。 南軍は5月16日から17日にかけての夜にビッグブラック川端まで交代した。ペンバートンは防衛順守に3個旅団をつけて川の東岸に防衛線を敷かせ北軍の追撃を遅らせようとした。マクラーナンド軍団から3個師団が5月17日の朝にエドワーズ駅を進発した。この軍団は強壁の背後にいる南軍に遭遇し、 敵の大砲が砲撃を開始したので物陰に隠れた。北軍友人エーカー巡哨師団のマイケル・ケローラー巡哨が、その第二旅団を引き川の凧跡から飛び出して、南軍の前面を横切り、橋壁の内側に入り、南軍ジョン・シーボーン巡哨の経験の足りない東、テネシー旅団を襲った。南軍は混乱して、強行をきたし、二つの橋を使って、 ビッグブラック川を渡り撤退を始めた。川には鉄道橋と川を横切るように係留された蒸気船のドックがあった。川を渡り切るや、稲や、南軍は橋に火をつけて迫り来る北軍の追撃を妨害した。その日遅くにビッグスバーグに逃げてきた南軍はバラバラだった。北軍はビッグブラックで1800名の南軍病を捕獲し、南軍にとっては 痛い損失になった。ビックスバーグの包囲戦北軍はビックスバーグに集結しペンバートン軍を囲んだ。グラントは5月19日と22日の2回、南軍の強固な捕類を突破することを試みた。2回目の攻撃では当初マクラーナンド軍団がいくらかの成功を見たが3200名の損失を出して撃退された。ジョンストンはペンバートンに対して 町を放棄して軍隊を救うよう命令を出したが、ペンバートンは安全に撤退するのは不可能と考えた。ジョンストンはグラント軍を攻撃してペンバートン軍を救出しようと作戦を練ったが、その手配が間に合わなかった。グラントは南軍に対して包囲戦を敷いた。7月4日、ビックスバーグの兵士と市民が食料の補給がなく、 常に砲撃を受けた6週間の後に、ペンバートンは、死と軍隊と共に降伏した。グラントは、全面のペンバートン軍に加えて、後方の南軍の動きを心配しなければならなかった。ビッグブラック川橋の近くに1個師団を置き、遥か北のメカニクスバーグまで偵察させ、どちらも、本体を守るようにさせた。6月10日までに、ジョン・ジー・パーク少将の第9軍団が、 グラントに指揮下に送られてきた。この軍団は、キャントンに軍隊を集めたジョンストンが包囲を破ろうとする動きを抑える特別任務の中核になった。シャーマンがこの任務を与えられ、6月22日には第15軍団にあったフレデリック・スティール事務所が交代した。ジョンストンは最後に、 ペンバートン軍解放の動きをはじめ、7月1日にビッグブラック側に到達したが、現実に対応が難しいシャーマン軍と遭遇することになって、ビックスバーグ守備軍救出には遅すぎ、その陥落後にジャクソンに引き返した。ビックスバーグ包囲戦の間、その金号で他に3つの戦いが起こった。包囲中のグラント軍の補給を遮断するために、南軍は、 ミシシッピ川上流のミリケンズベンドの補給地域を攻撃した。これは主に訓練が積まれていなかったアフリカ系アメリカ人部隊に防衛された。彼らは劣った装備で勇敢に戦い砲艦の助けもあって南軍を撃退したが損失も大きく652名となり南軍は185名の損失だった。北軍が ルイジアナ州の川沿いの軍部占領を始めた後で数千もの逃亡奴隷が集まってきた。それゆえに北軍はいくつかのプランテーションを借りて解放奴隷をそこで働かせ綿花や穀物を育てさせた。穀物を売って出た収益は食料や衣類などの費用に充てられた。アフリカ系アメリカ人の部隊はこれらプランテーションを守る任務を与えられ、 他の部隊が戦えるようにした。南軍はこれら解放奴隷を再度捕獲し穀物を破壊することにし、アーカンソー州ゲインズランディングからレイクプロビデンスに遠征した。南軍は北軍の行動を混乱させ、多くの財産を破壊し物資や入馬者を捕獲したものの、この襲撃は北軍にとっては小さな交代に過ぎなかった。南軍は つかの間の混乱を生むことができたが、継続的な事態の変化までは与えられなかった。南軍のテオフィロス H ホームズ中将の部隊が、ビックスバーグに対する圧力を弱めようと、アーカンソー州ヘレナを攻撃した。南軍の勢力が上回り、当初は砦の部分を占領したが、北軍が撃退した。南軍は、 ビックスバーグの戦いと包囲での死傷者は2872名と、比較的少なく、北軍は4910名の損失を出したが、グラントが、南軍の一軍隊全部を降伏させることは2回目であり、29495名を捕虜にした。南軍兵の大半は釈放された。北軍は、かなりの分量の大砲、消火器及び弾薬も捕獲した。 3月29日から始まったビックスバーグ方面、作戦全体では、北軍の死傷者1142名に対し、南軍は9091名だった。この結果は1863年の夏に、南軍が受けた2つ目の大きな打撃だった。7月3日、ロバート・イリー将軍による、北部侵攻は、ゲティスバーグの戦いで崩壊した。7月4日、正常期が、 ビックスバーグに掲げられた。南軍にとって、独立記念日の降伏は、痛い敗北だった。北軍は、行儀よく振る舞い、南軍兵と混じって植えた兵士たちに食料を渡した。食料を確保し高い価格で売ろうと思っていた、陶器家はその倉庫がこじ開けられ、所蔵品が植えた、反乱兵のために通りに投げ出されるのを見た。グラントは、 その自助伝で、両軍の兵士はあたかも同じ側で戦っていたかのように親しく交わったと書いた。しかし、わだかまりは長引いた。ビックスバーグ氏は、その後81年間、7月4日の独立記念日を祝うことを拒み続けた。この方面作戦の最も重大な結果は、ミシシッピ川の北軍による支配であり、それは、ポートハドソンの陥落で完成された。 ポートハドソンは5月27日以降バンクス軍に包囲されていたが、ビックスバーグ陥落の知らせに接して7月9日に降伏した。南軍はこれで2つに分けられた。1週間後1隻の武装していない船がセントルイスから川を下って、何の支障もなく北軍が確保するニューオーリンズに到着した。リンカーン大統領は、 水路の父が再び怒られもせずに海に通っていると宣言した。グラントはシャーマンに5万名の部隊をつけて、ジャクソンのジョンストン軍3万千名に向かわせた。ジョンストンはシャーマン軍を正面対決に誘い込もうとしたが、シャーマンはビックスバーグでそのようなことを行った結果を見てきた。シャーマンは直接対決を避け、死の包囲を始めた。 ジョンストンはその軍隊を脱出させ、ペンバートンが成したことよりも大きなことではあったが、ミシシッピ州中部の全部がシャーマンの支配下に落ちた。シャーマンはその後のメリディアンに対する作戦行動では、後にジョージア州を抜ける海への進軍、続いてサウスカロライナ州で採用した焦土作戦の前触れとなった行動をとった。包囲戦の最中にグラントがとった。 行動の一つに長引く、ライバル関係の解消があった。5月30日、マクラーナンド将軍はその舞台に、自画自賛の文章を書き、近づく勝利は自分たちの功績が大きいと主張した。グラントはこの方面作戦初期アーカンソーポストの戦い頃の衝突以来6ヶ月間、マクラーナンドが口を滑らすのを待ち構えていた。 グラントはついに6月18日、マクラーナンドを解任した。マクラーナンドの第13軍団は、エドワード・オード少将に任された。1864年5月、マクラーナンドは遠く、テキサス州の指揮官に据えられた。グラントは、ビックスバーグ方面作戦の明白な勝者だった。1863年7月4日付で、 正規軍の少将に昇進することでこの勝利に報いられた。また通常とは異なる手紙を受け取った。親愛なる将軍私は、あなたと私が以前にあったとは思えない。私は、あなたがこの国のためになした貴重な貢献に、感謝の意を表すために、これを書いている。さらにある言葉を送りたい。あなたが、ビックスバーグ近くに、初めて到着したとき、 あなたが最後に成し遂げたことをするべきと私は考えた。軍隊に半島の首を横切らせ、輸送船で砲台の下をくぐり、下流に行くことだった。私は、あなたが私よりよく知っていた一般的な機体を除いて、ヤズーパス遠征などの試みが成功するとは思っても、いなかった。下流について、ポートギブソン、グランドアン及びその金号を奪った時に、 あなたはさらに下流に行って、バンクス将軍と合流すべきと思った。あなたが、ビッグブラック側の東北島に向きを変えたとき私は、失敗を恐れた。今私は、あなたが正しく、私が間違っていたということを自ら認めたいと思う。軽薄エーリン・カーン・グラントは、チャタヌーガで、包囲されていた北軍に向かいこれを救出し、その後ハレックに代わって、 北軍の総司令官の地位につき、その頃復活されたばかりの中将の位に上った。戦争全体の究極の成功にもかかわらず、ビックスバーグは想像力に富んだ大胆な容赦ないミサオ軍の傑作として、その最良の作戦と考えられている。歴史家スティーブン・イー・ウッドワースは、ペンバートンが南部で最も憎まれた男という肩書きに強い主張をしたが、確かに、 南軍の制服を着るのを嫌がられたものだったと書いた。適当な物資は手近にあったはずであり、降伏したのは彼の裏切りに過ぎないという告発があった。南軍の将軍リチャード・テイラーは戦後、彼は南部を売る目的を発言するために南部に加わり、ヤンキーの神聖な日である7月4日に降伏したという事実で、それが明らかに証明されていると書いた。 ビックスバーグを失ったことに対する攻めは、ジョン・ペンバートンだけでなく、角に慎重なジョセフ・ジョンストンにも言った。ジェファーソン・デービスは、この敗北について、そうだ、内部の食料の不足と外部の戦おうとしなかった、将軍のためだと言った。包囲されて、上に苦しめられた兵士や市民はジョンストンが救援に来てくれるという望みを持っていたが、彼は来なかった。 1862年の半島方面作戦以来、ジョンストンを悩ませた臆病という告発は、シャーマンに対する1864年のアトランタ方面作戦まで追いかけてくることになった。しかしビックスバーグ方面作戦の時に、ジョンストン軍は数で遥かに負けていた。ジョンストンはグラントが尊敬する数少ない南軍の将軍だったが、ジョンストンは、 戦術で負けていた。ありがとうございます。